さあそれではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけで今回はタバンタ大橋を渡った先から義士の丘を抜けてルツ平原などを見ていきたいと思います。よし、じゃあ馬こうすごい輝いてるね。行こう。ここはちょっと気になるけど、まあ上に行った時に見下ろせばいいかな。お、いただいていきましょう。さあこの辺り、敵がいるけれど無視しても構わない感じかな。多分宝箱はなさそうかな。率先して叩いていくっていうのも結構大切なことかもしれない。爆弾バナはいらない。確か角笛を持っていたり見張り台に立ってるやつはヘッドショットで10倍の威力が出るというお話を聞いたんで、威力4のボコ弓を使って普通のボコが倒せるということは、まあ少なくとも5倍ぐらいじゃ済まないってことだよね。さてさて、肉の方が良かったかな。あーお尻に火がつく結構減ってる、体力めちゃめちゃ減ってる。あんなに減るもんなの。まさかリンゴ付き矢だけであんなにダメージ与えるとは。結果としてすごく得した気分だけど。じゃあもう一回同じことしてもダメだよねきっとね。お、あっと外れた。あ、お、逆に炎のダメージで結構入ってたからさ、めちゃめちゃ油断した今のは。一回ダメージが30ぐらい入ればまあいけるだろうと思ってたけど、まさかの。炎突き槍痛い。えい、お前にはボコ弓だ。やっぱり全然威力違うね。なるほど、見張り台にいるやつはだいたいヘッドショットで10倍。詳しいダメージはわからないけれど、すごくダメージが大きくなることはわかる。お、輝いてる丈夫な長棒ちょっと欲しいな。入れ替えるとしたら、結構槍ってリーチはあるから当てやすいんだよね。デグボグコンボ、これをちょっと燃やします？燃えないんだ。へえ、デグボグって燃えないんだね。なんか炎に弱いみたいな、そういうの書いてあったような気がするんだけど。あ、いや待てよ、スクラビルドしてるから燃えないってわけではないよね。くー、何か叩きたい、叩いて壊したい叩けるものはないか。いやもう得ません。
ほい。あれ？裏側にも何か。あ、俺が放った矢か。じゃあリンゴは食べたんだね。よし。わあ、絶壁。ここはちょっと登ってみたいかも。ふう。あの穴、採掘場とかにつながってるのかな。この隙間って見てないよね。前回見てなかった気がするな。うん。怪しげだけど何もない。じゃあさっきの隙間ちょっと見に行こうかな。上に何もないということは周りにあるかも。これは？うん、石かなと思ったけど、光の加減か。よっ。うん、大丈夫そうだね。思ったら行き止まりっぽい。ああ、ここ大王星様の泉につながる道か。そっかそっか。うん、思い出した。まあ油断せずに風船がないかチェックしつつ戻りましょう。見えない。うまこのお尻しか見えない。よし。お？あからさまに、あ、サウフさん。この辺りには洞窟が見当たらないというお話。ボコが一人だけ歩いてる。怪しい。うわあ、登ってみたーい。怪しいねー。めちゃめちゃ怪しいね。お、これはコログの前に、お、なんだこれは。キノコがあるだけ。ほう。さあ現在地は、うん、こう来て出っ張りをこう回ってきた。なるほど。あ、こういう時はこれで。お、ちょうどよくそこに。このさ、岩とかってさ、前作のブレス・オブ・ザ・ワイルドで入れた岩じゃないよね。
元に戻してくださいみたいな外していく。よし、ピッ。よし、ん？敵だ。敵というか戦いだ。よっ、ふっ、あれ？ちょっと強そうなボコだぞ。よし、あー、ボコが、ボコが、ボコじゃない、ボコじゃない、うまっこが。よし、そこにいるよ。さあ、俺にターゲットが変わったな。まずは油断せず、相手は盾突きだったかな今。おお、ちょ、え、ちょ、おお、ちょっと構えて、あのボタン押す長さが長すぎた。いってえ、まさかの。注目してるときはそっちの方に向かってってほしいよね、というのはある。正直この仕様前からだったっけ、忘れちゃったな。ここは料理、パラパラチャーハン。粒が際立っていて、この口の中に香ばしい風味が広がる。最近チャーハン食べてないな。美味しいチャーハン食べたい。よし、ちょっと今回は油断が危ないっすね。まあ油断が危なくない時なんかあんまりないと思うけど。サリーボさん、命拾いしたよ。目当ての食材も見つけてないし、ここで倒れるわけにはいかなくてな。これは私が作った料理だ。助けてくれたお礼に受け取ってくれ。パラパラチャーハン、きっと美味しいに違いない。まさかの、食べたいって言ったからな。うん、さっき俺が叫んでたの聞いてたんだろうな。私の名はサリーボ、旅の料理人だ。料理人の私は珍しい食材を探し求めて各地の洞窟を調べて回っているんだ。君、よければ私の鍋を使ってくれたまえ。助けてくれた君へのせめてもの返しさ。なるほど、そんな大事なものもらっちゃっていいのかな。ああ。そうだ、私が洞窟を調べてる中で得た知識を君にも教えてあげよう。ああ、使ってくれたまえって、あの、この近くに鍋があるのね。ごめんごめん。てっきり、なんか、使い込まれたお鍋を俺に譲ってくれるのかなと思っちゃった。ごめんなさい。洞窟は貴重な食材や鉱石でいっぱい。まさに、ハイラルの宝箱だからな。うん。ハイラル自体が大きな宝箱だよね。で、宝箱の中に宝箱がーっていう、そういう仕組み。旅をするなら、各地に点在する洞窟の知識を持っていて損はないぞ。そうだな、ちょうどこの辺りに洞窟があるのを知ってるかな。ここから北の地面に穴が開いていて、そこが洞窟になっているんだ。見たところ大した食材はなかったようだが、鉱床がいくつかあるようだったな。鉱床をハンマーなんかで叩き割ると鉱石が出てくるんだが、これが素晴らしい。火打ち石は火起こし、岩塩は料理に使えるし、夜鉱石や宝石は高く売れる。ああ、この辺りでは交渉は洞窟の中にしかないし、洞窟を見つけたら迷わず入るべきだな。おお、それじゃあまたどこかでな。君の旅の無事を願っているよ。うん、サリーボンさん、なんかこう、もうちょっと詳しく見ていいですか。なんかこう、ひょうきん、いや、ひょうきんってのはちょっとあれかな。あんまりこう、料理人っていう雰囲気じゃないんだよな。顔で判断してはいけないんだけど。うん。ああ。北の方に。はーい。北というとこちらですね。あれ、あれ？穴多くない？繋がってるのかな、ここ。うん。前作だとここに、岩ロックがいたような気がするんだけど。さてさて、
鍋は自由に使っていいっていう話だったけど、うん、これさ、拾う前にどういう能力か分かったらちょっと嬉しいよね。あれ拾ったやつがここにすぐ出てこないの珍しいな。攻撃力が高い木の棒プラス8はなかなかこの世界ではでかい。あ、盾だ盾盾。操作がおかしい。耐久アップ大の槍の方がちょっと嬉しいかな。これに、強力なものをくっつけてって感じかな。装備するの忘れてました。うん、これでいこう。あ、忘れてた。なんだこれ、めちゃめちゃ怪しい。カブトはいないかな。あ、びっくりした。なんか一瞬帽子かぶった人がうなだれてるぞとか言って、木陰で休んでるのかなとか言って思ったら違った。ここおー、それっぽい。ここに岩を乗っけるのかなって一瞬思ったけど、普通に登ってよかった。うわー、気になるけど後回しにしとこっかな。うん、おお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 っと、ちょっとよく耐えた。わあ、ちょっとさ、寒くなってきた。と高いな。かなり寒い。寒さガードレベル1じゃもう間に合わない。ちょ待って、うん、モドレクはこの状態で止まってくれるのがありがたいよね。長時間止めてられる。景色はちょっと見づらくなっちゃうけど、うん、ふむ。わ、ちょ、あ、そっか、あの空中で双眼鏡、まあその望遠鏡状態にするとスローモーションかかるけど、地面に足がついてるからダメなんだ。なるほどな。あれ、さっきいたような気がするけど、どこだったっけ。わかりません。お、発見。戻り子直しとけばよかったな。上から見るとこんな風になってるんだ。前作だとこんなに高いところまで飛び上がれなかったからね。お、これはもうチェック済みだね。こっちはこう、よし。さあ、スタミナが切れてしまう前に降りましょう。まあ痛くなっちゃうね。もうちょっと早く使えばよかったなと思った。さあ、卵でも食べよっかな。パラパラチャーハンの素。これはコログではないよね。
怪しい。たまにぶっきらぼうに置いてあるこの小石は何なんでしょう。ちょっと うまこ大丈夫か。さっき止まったから油断しちゃったよ。お、ポカポカソウの実、ポカポカソウの実、なるほど、わかりました。ポカポカソウは結構上なんだね。フルーツに近い方なのかな。破裂する系扱いなのかな。よし、いいね。四つ子かな。仲良くお食べ。おうおお。さあ現在地、ルツ平原の西側ですね。本来ならここをこうやって登っていくべきなんだけど、まずは外側チェック。危ない。敵か。ん？え、一体だけ？めっちゃめ、あー困ります。よし、いいぞ、いいぞ、マコ。バレました、しゃがみステップ。結構悩んじゃうね。まあ普通に使っていくか。こういう時は吹っ飛ばしたいから両手剣かな。岩ロックハンマーちょうどいい。うん、骨か。骨はそんなにいらないかな。うん、十分あるよね。たった一人でここで何やってたんだろう。うん、罠というわけでもなかったし、不思議な感じだな。おっと、うまほって言っちゃった。うん、ん？ウィズローブ。先手必勝。これはまた剣か。杖をくれ、杖を。
なるほど。意外と思ったよりかはあんまりないな。ゲルドコーチに行くわけか。こっちは一旦戻らないとちょっと危ないかな。クグジャ谷がここからこうつながってこの辺りで途切れるんですよね。前作でもこの辺りに祠があったけど、ちょうどそこか。せっかく近づいたからやっちゃいます。大丈夫かな。ガササの祠。マークを一旦消したい。はい。ん？来てるのかな？あ、来てる来てる、よかった。すごい勢いで来てるけど。切断のタイミング。全く今持ってる武器ではダメそうな感じがする。切断できる武器が少なすぎる。あ、なるほど。これをこう、あ、ん？こうしてこうということだと思うんだよな。なんでここに樽があるんだ。これを、これをまず揺らさなくてよかったんだな、多分。これなんとかならんか。ここに樽がある理由は、ここに登ることもできる。ということか。もう一回ジャンプしたかった。揺らしちゃったからさ。止まって。これを素直に。よし、これが基本で。おお、どういうこと？ただつなげて階段にすればいいってこと？あっと、登れない。登れないんじゃ、ここにこうやったってしょうがないじゃないか。鉄板、これわかりやすいけど、一枚では当然届かないよね。なんかおさらいって感じ。お、なるほど。これをこうだね。これは前作に出てきたとあるダンジョンの仕組みができますね。これ戻すとどうなるの？おお、なんか楽しい。よし。あ、
まだある。なるほど、小さな鍵、ここ、あ、これか。ぬ、遠いじゃないか。あのめちゃめちゃ耐えられそうなこれを持ってくればいいんじゃないかなっていう気もするけど、これをん？横にあるじゃん。うん、でこれを差し込む。で俺は斜めにしたい。あら、いけるか、ギリギリいけるか。これこれで、おー、いいね。重しなんかいらないぜ。よし、切断のタイミングって言ってたけどさ、まあここはギリそうかな。ここに床を置いてもいいしっていう、結構なんていうか祠の名前で解き方を間違うというか、そういう可能性も、なんか気になると思ったら何でもなかった。うん、なんかすっごいゆっくり歩く、あの開く、あれ、お、お、終わってないだと。やるなラウルさん。今度こそ揺らしてくださいってことかな。あー、なるほど、ここが扉が小さいからこれが入らないのか。なるほど、斜めにならんか斜めにならんか。えいよ、なかなか難しいなこれは。おお、なんかあの序盤にさあったよね、こう穴の形で通すやつ、あれを感じる。おお、待って、くっつけることできるじゃん。ギリギリ、はい、これは届くか。あー、ギリダメかも、ギリダメかも。どうなんだどうなんだ。あここ斜めに通せばよかった。ちょっとギリいけるかなと思って。でさっきあの振り子のようにやったやつはもうやったんで、普通に今度は受け止めてみたいと思います。いろんなクリアの仕方があるっての面白いね。これをこう、重みで負けちゃいそうだなこれ。うん、ここ一応俺が乗って、あー、戻れ子、ふう、やっぱ戻れ子なんだよな。というわけで、かなりわけわかんない手順でクリアしたような気もしますけど、まあ大体合ってるはず。うん、切断するタイミングっていうのは振り子のようにやったというわけではなくて、下で準備ができているかどうかっていう意味も含まれてるんだねきっと。いきなり切断しちゃったらもちろんダメだけど、受け止める準備ができてたら OK みたいな。振り子にしてこっちに来る時に切れば OK みたいな、他の名前でいろんな解き方を考えようみたいな感じなのかな。これは当然入らないよな。うん、スクラビルドにすればめちゃめちゃちっちゃくなるのに、不思議だな。はーい、ラウルさん、今回はなんていうか、どういう趣旨ですかこれは。今回のはあの、なんていうか、ほら、あのわしがジュース入りのコップを奥さんに渡そうとした時に、
奥さんがまだ手に取ってない状態だったのに、わしがつい離してしもったんで、バシャーとやってしもたんじゃが、あの時は本当にこっぴどくご立腹だったようじ、ちょっとあのわしの縁の方が切断されかねない状態になってしもたんじゃが、つまりそのちゃんと受け止められる状態にしておいてから話すというのが大切じゃということなんじゃ。はい、なんかなんだかんだ仲いいんすね。まあそうじゃな、うん、確かに多分そう、うん。お主らもちゃんとあうんの呼吸でつかみ合うんじゃぞ。はい、よし、じゃあここはクリアしたから一旦戻ってルツ平原登っていきましょうか。お待たせ。すごいなんていうか溶け込んでるね今度は。さあというわけで、ルツ平原の登山口、平原の登山口ってよくわかんないけど、登り口にやってきました。太陽が眩しいぜ。これはちょっと登ってみたい。よ、これ結構地道に登んないといけないやつ。登ってる最中に何か怪しいところはないかチェック。ん？あ、びっくりした、雨が降ってきたかと思ったらリンクの汗だ。スタミナゲージが見づらいっていうね。うん、気になるね、あそこ。よし、お、ギリギリじゃん。何？うー、まずは遠そうだな。これは時間かけなくていいやつだけど、そこになんか着地したくなるやつ。ヒュー、え、ちょっと待って、これはダメージ受けるんだ。なんか受けないかなって思った俺もおかしいけど、そう、俺がおかしい、全面的に。うん、もうちょっとなんかこうポヨーンみたいな、ターンみたいなやつがちょっと欲しかったなみたいな。うん、なんか時間制限がない時とある時の差がよくわからないんだけど、まあいいか。パラパラチャーハン食べればよかったかも。まあいいや、やっぱりキノコ。よし、武器はちょっと安いのに買いとこうかな。でもこういう怪しげなところにちゃんとコルグがいるとちょっと嬉しいっていうか、楽で助かるって感じになる。なんか虫をたくさん引いた気がするが、さあ軽やかにハイキングしつつ現在地、ここをこうやって登ってきて、うん、グリオークさんの炎バージョンっぽい。なんだ？登ってくる気か？お、極上じゃん。ふむ。ここはあえてフルパワーショット。これでもうやっつけられちゃうよね、威力30なんだから。
あ、そっか。これは逆にちょっとわかんない。この辺りかな。ちょっとどこに落ちたかわかんなくなっちゃったな。これを迂闊。あの辺りか。全然届かなかったね。オパール。ちょっと場所が分かんないな。 もっといた場所へ置いといてみよう。あれ？なんで爆発しちゃったんだろう。下まで落とせなかったかな。どうした？なんか焼けてるものを食べてる。結構食べてる時間長いね。あ、回復した。ウェップ日本のゲームでは結構珍しいゲップ表現。よし。黒ぼこには、いくつぐらいだったっけ？忘れた。忘れ申した。そんなに火力いらなかったはずなんだよな。25？ えい、ちょっと、また行くぞに騙された。くー。悲しいので、ちょっともう一回やっていいっすか？チューリくんのさ、行くぞが毎回毎回ちょっと俺のこと騙してくる。ちょっと賢者しまっちゃおうかな。よし。学習しないやつめー。お、25の攻撃力で8割ぐらい減った。ということは、結構体力あるね。というわけで。よし。これでお宝はゲットして、拠点は潰した。あとは特に何もないかな。チューリーくんがいなくなったらいきなりなんか寂しくなった感じがする。うおー。やらいでかー。急に強気になる。大丈夫そうかなー。おい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 、来れる？こっち。下手に乗らない方がいいかな。あ、これはあかんやつ。これはあかんやつ。うまこー。まだ耐えてる。まだ耐えてるけど、これ以上動かすのはちょっと、
あかんやつ。そっとしておこう。一旦馬宿に戻って呼び直さないと。ああいうのを助けられる馬宿さんたちすごくない？20ルーピー払ってる甲斐があるな。焦った。崖際で止まるっていう、そういうシステムじゃないんだ。まあこれ戦いはねえ、やっぱりついてこれないだろうから。よし、ゾーラの槍、これにオパールつけておこっかな。いかにもなんか水に弱そうだし。よし、あ、もう暑いだと、フラフラ。対処効果、対処効果ないぞそんなもの。まさかの、そうくる。ちょっと待って。